はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、憲兵率の基本について解説させていただきます。まあ、憲兵率の計算の仕方の基本的なところっていうか考えていただければ大丈夫です。まず憲兵率ってどういった意味なのかというと、どれだけの敷地を使っているのか、建物自体がどれだけの敷地を利用しているのか、これを数字で表しているのが憲兵率なんですね。具体的に計算式で表すと、憲兵率は敷地面積分の建築面積です。まあ、建築面積割る敷地面積って考えていただいても大丈夫です。ちょっと具体例を出します。で、敷地100平米のうち50平米分、これ建物を建てるための、土地として使っていると考えてください。まあ、これが建築面積と呼ばれる部分です。これはここにこう建物の乗ってた時の上から見た図になります。こう建物が建ってるところを上から見た図ですね。で、これをこう斜めからこう見た図ですね。斜めから見るとこういう図です。100平米の土地に建物が建っていて、建物の建築面積が50平米。まあ、建築面積のイメージで言うと、この一番下ですね、土地と接しているところの面積って考えていただいて大丈夫です。まあ、もっと細かいこと言うとですね、上が、ちょっとせり出しているような建物ありますよね。まあ、そういった場合は、まあ、その部分も含めてくるんですけれども、基本的には、土地と接しているこの一番下の、面積部分、床面積と考えていただいて大丈夫です。で、この場合の憲兵率、まあ、これどっちも同じなんですけれども、憲兵率っていうのは敷地面積100平米ですよね。100平米分の建築面積の50なんですね。そうするとこれっていうのは百分率、パーセンテージで表すと 50%。 つまりこの図で言うと、これは憲兵率 50% なんだということになります。で、まあ、これはおそらくテキストとかにも載ってるような基本的なものですよね。で、ちょっとですね、難しい数字にします。まず1つ目、敷地面積が500平米、つまりもうこの青い部分が500平米で、建築面積が100平米、ここが100平米だったと仮定します。その場合はどうなるのか、これも考え方は一緒です。こちらですね、敷地面積が500なんで、500分の建築面積100です。500分の100で、これ分母と分子を5で割ります。分母って下ですね、下を5で割って上も5で割ります。すると下は100になります。で、上は20になりますね。これ5で割ってるので、そうするとこれ100分の20だから20% となります。で、もう一つ具体例、敷地面積が800平米、建築面積が200平米と仮定します。この場合っていうのはもう考え方一緒ですね。800分の200です。800分の200で、まあ、下を100にすると、まあ、百分率パーセンテージで表しやすいので、下を100にするためにはこれ8で割ったりですよね。下を8で割る、分母を8で割る、で、上も8で割る。そうすると下は8で割って100で、上200を8で割るとこれ25になるんですね。なのでこれは100分の25だから 25% ということになります。で、これら全てパーセンテージ、100分率で表したんですけども、10分のって表し方で言うと、この場合は10分の5ですね。分母と分子を10で割る、これも分母と分子を10で割る、そうすると10分の2ですよね。だから 20%、 憲兵率 20% っていうのは、言い換えたら10分の2、憲兵率10分の2です。で、こっちで言うと10分の 2.5 ですね。上と下10で割ると、下は10、上は 2.5。なので、憲兵率10分の 2.5 っていう表し方でも大丈夫です。まあ、それは問題文が、まあ、10分ので表してるのか、パーセントで表してるのかで変わってくるんですけども、基本的な考え方ですね、が分かれば、まあ、計算のこの仕方です。これがちゃんと頭に入っていれば計算はできます。あと割り算ですね。まあ、ここで言ったら多分ここかな。200を8で割る部分だと思います。これがやっぱ分からない方って実際います。で、そういう方っていうのはもう計算問題飛ばしてもらって構わないです。計算問題って出たとしても1年に、まあ、よく出て3問。まあ、3問も出ないかな。まあ、2問かなっていうところなんですよ。まあ、ほぼほぼ1問か2問ぐらいなんです。出ても。だからそういった部分っていうのは飛ばしていただいても全然問題ありません。その他の部分で点数取れれば全然大丈夫なんで、気にしなくて大丈夫です。実際弊社の、個別指導の受講生さんとかでも計算問題できない方意外といらっしゃいます。割り算とかですね。だからそういったところってはもう全然もう飛ばしてもらっていいですよって形で飛ばしてもらってますんで、それで全然構いません。宅建試験は理解できれば合格できます。
理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったりイメージしたり理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。